あなたの部屋へ一羽の幸せの青い鳥が迷い込んできました。この青い鳥、次の日には黄色になり、三日目には赤になり、四日目にはとうとう黒い鳥になってしまいました。さて、五日目には何色の鳥になっていると思いますか？A、黒のまま変わらなかった。 B、また青に戻った。 C、白に変わった。 D、金色の鳥になった。以上です、お父様。ん？敵が！はっ！いなくなってしまった。何？敵との、この研究所も敵が現れるようになりましたか？追われておるの、息子よ。すごいですね。守ってくださってるんですね。そうなんじゃ、ガーディアンじゃ。さすがです。さすがであります。さてさて、皆の衆、じゃあわしがちょっと続くようやるからの、はい、あの、どうだった？どうであった？そうですね、 A は黒のまま変わらなかった、 B また青に戻った、うん、C 白に変わった、 D 金色の鳥になったということなんじゃな、うん、わしは D の金色の鳥になったなと思った。青、黄色、黒となって、私は A の黒のまま変わらなかったですか、うんうん、あ、なるほどなるほどな、うんうん、僕も金色、ぴったり金色です。あ、そうかそうか。なるほど。じゃあちょっと、ではな、あの、B と C が誰も言わなかったから、まあ、そこから言ってみようかな。はい。うん。B の青に戻ったわだな。あなたはとても楽天的な人です。うん、くあれば楽あり、楽あれば苦あり。あ、これな、あの、どういう答えかの意味を早速、あの、言うの忘れとったな。あの、せっかく手に入れた青い鳥、幸せな青い鳥でなくなってしまうかもしれない不安。ここであなたが選んだ色はピンチに陥った時のあなたを示しているという。なるほど。そうだった。これを言うのを忘れとったな。うん、最近年だからの。いや。で、A、B だったな。うん、B、青に戻ったは、あなたはとても楽天的な人につながるというな。苦あれば楽あり、楽あれば苦ありがあなたの心情。困難に出会っても目の前の事態を素直に受け止めて、考えすぎたり無理に頑張りすぎたりすることはないでしょうと。流れに逆らわないとても自然な生き方ができる人です。で、C の白になったあなたは、はい、あなたは冷静な人です。逆境に陥ってもそこでもがいたり悩んだりするのは時間の無駄だと思っています。そんなことに囚われるくらいなら他の楽しみを見つける方が得だと、非常に前向きな考え方ができる人なのです。あなたのような人には必ず明るい未来が向こうからやってくるんです。素晴らしい。いいですね。羨ましいですね。はい、じゃあ A の平川くんの答え言ってみようかな。はい、A 黒のままということは、うん、あなたは非常に逆境に弱いタイプです。あいたー！あらまあ。でも当たってるかもしれないですね、これ。はい、うん。一度落ち込むと、はい、悪い結果ばかりを考えて、なかなかその状態から抜け出せないのであられませんかということだな。はい。今が最悪ならこれ以上悪くなることはないという発想の転換が非常に大切である。なるほど。止まない雨はないし、明けない夜もありませんぞ、平川くん。なるほど。いい言葉ですね。本当じゃ、あんなところに虹が。息子さんが出してくれたんでしょうか。さすがじゃ、うん。で、我々の D の、はい、金色になった、はい、楽天的というよりも怖いもの知らずと言った方がいいでしょうか。うん、あ、ピンチに陥ったとしても自分ではそれをピンチと思ったことすらないかもしれません。そうなのか。いや、ピンチと思ったこともないんだと。あなたは世の辞書に不可能の文字はないといったナポレオンタイプの人間です。くれぐれも足元を救われないようにということで、ナポレオンなんじゃ、お酒のナポレオンではないぞ。あの、あれだ、ナポレオンだよ。あれ、大分県で作ってるんですよ。ナポレオンってか、大分県、僕の出身地の大分県です。あ、そうか。下町のナポレオン。あ、それじゃなくて本当のナポレオンっていうのもあったよな。うん、ありましたね。そうそう。下町のナポレオンは電気ブランではないですか。違うんじゃないか。それはあれじゃないか。いいなんとかじゃないか。ああ、いいなんとかだよな。うんうん。いいなんとか。いいなんとかだ。みんなバラバラではない。バラバラではない。そんなことはどうでもいいのじゃん。そうですか。当たっておりましたでしょうか。ああ、そうなのかな。確かにでもピンチはあんまり考えないかもしれんな。なるほど。ああ、うん。そうじゃな。わし A 型なんじゃけど O 型っぽいな。見習っていきたいと思います。ですよ、もう。さすがであります。いや、今日も楽しかったの。はい、うんうん。まあ、本日も興味深い研究。